皆様こんにちは。大人のためのインターネットテレビハイカラ万歳の時間がやってまいりました。本日もハイカラスタジオからお届けしてまいります。ナビゲーターのハイカラ編集長青野秀俊です。さて今日が12月の17日ということで、今年もあと残すところあと2週間、イブまであと1週間ということになりましたんでね、街が今一番綺麗な時期でございますが、さて、今日もですね、先週に引き続きまして大変素敵な方がゲストでございます。シンガーソングライター、女優として活躍されております山崎箱さんです。箱さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はたっぷりこのヘブンズストーリーの話でもう盛り上がってしまって、気づいたらもう残り2分しかなかったっていうぐらいこの映画の話でハマってしまったんですが、これもぜひ皆様見に行っていただきたいんですが、私はですね、もう本当高校生の頃箱さんのアルバムを買って、聞いてたんですよね。あ、そうなんです。飛びます。そうですそうですそうです。で、アコさんは暗い人だともうずっと思ってたんですが、今日会したらもう全く違って、めちゃくちゃ可愛いし明るいし楽しいしっていう、やっぱりこう作られる雰囲気、こう芸能界のこのね、作っていくイメージっていうのは本当すごいんだなって感じましたけど。そうですね、それで売れたというのも、あともっと年上だと思いましたね。まあ、歌は特に聴いてる声とか音楽の感じはね、老けてます。いや、もう大人ですよね、やっぱね。あれ高校生が歌ってるとは誰もね、ちょっと思わないですよね。写真とかもそうだったので、逆に今あれ若いんだ意外と。そうなんですね、もうあの団塊の世代だと思われてるんで、まあ、あの本当陽水さん、拓郎さんにとちょっとしたぐらいのイメージで、36年中とどうしてもだからね、もしかするとね、イルカさんぐらいに思っちゃっておかしくないんですよ。多分ね、あれは中学ぐらいに聞いてます。そうですよね。でも全然若いということが分かりましたが、はい、さて、あのデビューして今年2010年が35周年ということで、はい、で11月で、あの先月で、あのなので前の年出たのかな、11月から11月で。そっかそっかそっか、そうなんです。そうです。だからもう実は本当は35年ってことで、6年に突入しました。突入したんですね、はい、で35周年をまあ出せただけでね、なんかすごいですね。でも35年間歌手としてこう存在してることが、もうそれだけはまず素晴らしいですね。そうですね、途中 ね、これはもう状況悪いし、事務所も一旦なくなったから、これは辞めざるを得ないだろうと思った時期もあったんですよ。はいはいはい、辞めたいとに関わらずね、辞めざるを得ないでやろうと、活動ができる。でもまあ一人でちっちゃなとことかで、その時にあの役者さんたち、例えば舞台に出た役者さんたち、あの箱の音楽とか映画とか芝居とかで音楽が流れた時にどれだけの絶大な効果があるか分かってんのっていう、あのセリフなんかじゃなくて、歌が流れたらセリフなんかいらなくてみんな泣くんだよみたいのを渡辺英さんとかみんなで言って、で箱が歌えなくなるっていう状況が嫌だって言ってくれて、じゃあ役者さんのライブハウスとかで歌えるようにってみんなが動いてくれて、そうなんですか、なんかこう歌えるように、歌えるようにとにかくするから、家がなかったらここに泊まりって合鍵くれたり、うちに泊まりとか。本当ですか、そういう優しいですね。そうです、役者さんたちはやっぱ苦労してるせいか、そうなんですよね、皆さんね、そうなの、情がありますよね。そうだって泊まってればいいじゃん、うちにとかさでもね、これからますますあの活躍、シンガーソングライターとしても多分2011年はかなり大活躍されるような気がするんですが、あの箱さんの場合、あの本当ああいうフォークグループの世代の大先輩方からも可愛がられてますし、はい、で今回のこの、アルバムの方でも、はい、あのバックの演奏の方でチャーさんが、あ、そうです、ギタリストで35年前やってくれてて、で35年前もチャーさんがやってくれたんですか。はい、あの飛びますは弾いてくれてね、飛びますの中 で、あとその時のライブもやって、でもすごいですね、すごい。じゃあね、もうね、あの箱のコンサート俺弁当の中身も覚えてるとか、緊張してたからとか言うんですね。で見に行ったりね、あのバホ行ったりすると、箱ちゃんこれ緊張しちゃったよ箱来るんでとか、そういうたまーにしかない。もうチャーは自分でも歌うし、そうやって私の後ろでギター弾いてたチャーとは違うみたいな。でも今回は
ミュージシャンとして。そうですね。そしたらレコーディングの時にギャラリーいっぱいみんなディレクターとかみんな全然みんないろんな人がガラス越しに急に増えたんですけど。そうですか。まあね、日本一のギタリストですから。同時ですもん、あのエルトン長田さんとか。ああそっかそっか。もうすごいメンバー同時で歌も同時もうステージと一緒だから。本当ですか。すごいですね。すごいです本当ですね。なんかね、同窓会になって。あでもいいですね。チャーがね、いいことをね言ってくれたの。あのこう箱があの時のまま35年やってくれてるから同窓会のように会えるわ、うん、なるほどなるほど。現役でしかもいいからね箱ってみたいに言って、いいからみんなやりたいと思うし、だからみんなあのレコーディング終わって帰らないみんな、箱ずっと言って話してる、ね、分かるような気がします。僕も今日初めて箱さんと先週からもお話してて、なんかやっぱり人としてのこう人間的なね魅力とかこう可愛さって持った方ですもんね。いやだからチャーさんが言ってる気持ち分かりますね。もうおかしいね、急遽もう一曲やろうって、もう一曲やろう、そういうのがあったり。そうですか。なんかその35年間で知り合った音楽仲間とか、ね、心動いたミュージシャンとかがみんなで、私なんかやっぱりだから結局みんなが助けようとしてくれるのも、歌が多分命死んでないとかっていうとまたなんかおこがましい、生きてるっていうか自分がこういつも、ま、真面目に、真面目だから暗いって言われたと思うんですけど、真面目にやってきたことがもうみんな分かってて、あこれだもん箱はみたいなの で、ね、で確かに私も一生懸命やってる人とかなんかもう裏切れないもんね、うん、もうああと思うけど、そうですね、こっちも一生懸命なんかでずっとこれからもそうやって自分で時短で踏んでみっともなくてもいいの、そうやりたい、それがね自分の何かを突き詰め、私イメージの中ではもっと上手いから、多分でそれを目指してだけなんですよ。で自分でじゃあまだ先を見てるんですね。あんたもっと歌えるはずでしょって自分で突っ込まれる、どうしたのって毎回ライブで、であのなんか多分ね後ろの方に自分がこうやっていて、どうって言われてるような気がする。もっとできるでしょと、あと映像なんですよ私の歌、映像が先でそれを出すために声とかギターがある。あの曲としてはどっち先に作られてるんですか。映像が先なんです絵が先なんです。あそれ初めて聞きましたね。今曲線とかよく言うけど、はい、映像が先、まずシーンが見える。そうです、あーシーンとか絵がもう見える。見えでそれを再現もう一回見たいだけ。それを歌ってない時に見えるんですけど、歌って見えなかったらダメなんですね。歌で作るんです。そうかそうかそうか。でなんか思い出しながらこうイメージのが引き語っちゃう感じなんですか。じゃあ作り方は、いや絵をあのだから、あの 2.0 ぐらい視力があっても、ここに人がいても見えないですよ。そっかそっか。その絵をもう目で描くのが、目っていうかなんかで描くのが必死で、別のこと考えてるとダメなんですね。だから私あの歌詞とかをデビューとか見ないんですけど、はい、見るともう気がちっていうか、そうですよね、見え何も見てないん で、うんでね、あのこの三次元のものはみたいになっちゃう。もうね、わかんない、歌の絵が先でね。さて箱さんのですね、いえいえ35年前に出たアルバムを先週聞きましたけど、はい、本当に今聞いても全然新しいんですね。それも素晴らしいですが、この未発表というアルバムの方もこれがまたね懐かしいんです、ね、音も全部そういう風にしました。そうです、今風にしてない、してないんですね。レコードのような音はは CD になったけど当時のレコードのような、はい、LB 版のような感じの。そうです、それでこう最近のこうミキサーの、これ作り方古くないですかとか言うんで、バランスとか、古くていいんですあのこちらの方もぜひですね、あのインターネットの方でもお買い求めになれますし、あと CD ショップの方にもやってますんで、未発表というアルバム、はい、ぜひ。あと来年もね、はい、もう36年入ったでしょ、はい、入った、絶対やろうと思ってますから、はい、あのちょっとまだね言えませんが、ゴフィープロジェクトも待っておりますので、はい、来年ぜひまた箱さん来ていただけると思いますんでね、一旦ここで CM 入れさせていただきます。